はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日もクラン体制の実況解説やっていきたいと思うんですが、本日はタウンホール11ですね。でね、タウンホール11って、まあ11だけでもまたこれないんですけど、最近ね、いろんなタウンホール帯で、クイヒーって結構流行ってると思いませんか？やっぱりね、クイヒーをきれいに歩かせていったり、ものすごいね、ここ通らせるんだみたいなところにこう突っ込ましていくのって、まあ、見てる側とかね、もうすごい興奮するんで、みんな腕のあるプレイヤーってこうやりたがったり、積極的にね、使っていったりするんですけども、一方でね、そういう攻め方がかなりメジャーになってきているために、防衛する側もね、結構皆さん、クイヒー対策って意識して村作ったりしません？で、私もね、すごい感じるんですよ。最近、クイヒーやりにくい村、ほんと多いなというふうに。で、そういった時にね、やっぱり、そこを、それでもクイヒーで上を行くというのも、まあ、非常にいいし、ありなんですけど、ちょっとね、どうしてもこれはきついなと思ったら、別の選択肢を持っておくのも、まあ、大切なんじゃないのかなというのが、本日の動画の趣旨になります。でね、今回、今回は2つの攻め方を比べてみたいと思うんですけど、裏はこんな感じです。対空砲がね、こうちょっと奥まったところにあって、こういうところね。で、シングルインフェルノも、こう壁の外にね、こうターゲットが出るようにこう2本あったりするので、なかなかこれ、クイヒーで回そうと思ったら、どっから行こうかなって迷っちゃったりする配置じゃないですか、やっぱり。でね、ここを攻めるとしたら、やっぱり私はここから行くと思うんですよね。ただ、クイヒー殺しのこのものすごい火力のある施設たちがあるので、ここをね、やっぱり切り抜けていくのは並大抵ではないですよね。で、マダさんはね、それを見越して、後ろから、ウォーデンをつけて、で、レイジのタイミングを測りながらこう攻めていってるんですけども、ちょっとね、見ていきたいと思います。でね、結構ね、マダさんもかなり上手いプレイヤーなんですよ。それでもですよ、このタイミングでレイジをパッと打っても、あっという間にこうやってクイーンがやられちゃう。やっぱりね、ここはもう、インフェルノとかがない代わりに、もう施設の火力でクイーンをやっつけちゃおうっていう意図がもうありますよね。で、そこにヤマさんもやられてしまったということですね。ただね、実はこの攻め、その後が、リカバリーが結構うまくて、間髪入れずにゴレとかバスだったボーラーをここから投入してるんですよ。このね、一瞬の判断は素晴らしいですよね。こうすることによって、残ったヒーラーがね、こう防ヒーの形になって、ボーラーの延命と、この区画の破壊をすごい促進してくれてるんですよ。でね、やっぱりこの判断は素晴らしかったんですけど、それでもね、やっぱりこう、ライドラをね、倒す対空攻撃ユニットがいなかったりとか、あと序盤でやっぱクイーンを失っちゃうと、プランがね、そもそも崩れちゃうので、まあ、残念ながらね、ちょっと、これは多分 60% か 70% ぐらいの、破壊率で、まあ、終わってしまったというところだったんですよね。多分ね、あそこでクイヒーがこの火力帯を乗り越えてくれたら全然違って、逆にね、怖いところが1個消えちゃうから、それ以外の施設っていうのをあとディガーなんかね、バン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 こう壊すという、すごくいいね、プランが出来上がったと思うんですが、まあ、やっぱりそこでね、クイーンがやられちゃうっていう、まあ、そのリスクも当然ね、クイヒーってあるので、今回はね、残念ながらその、恐れていた部分にはまっちゃったと、まあ、いう形でしたね。でもまあ、ナイスアタックだったと思いますが。で、じゃあね、これをどういう風に攻め替えていったらいいんだろうっていうのが、陽太郎さんの攻撃でした。これが、攻めるね、場所はそんな変わらなかったんですよ。で、攻め方に関しては、これ、ゴレをね、代わりに入れていくという戦術になります。で、ゴレとヒーロー、あとちょっとボーラーにバスターを加えて、ここを削っていこうってんですよね。さっき、マサさんがクイヒーでしようと思ったことを、ゴレでやってるって感じですね。で、鍵を取りながら、ゴレの後ろからバスターを突っ込まして、結構ね、これ壁が密集してるんで、先にゴレを出してからバスターでね、バスターの延命の方を測ってますよね。でこんな形で、まあ、5で2体とバスターがいると、後ろから来るユニットになかなか攻撃がいかないですよね。タゲをしっかり取ってくれてます。でこんな形で、相手の防衛軍も釣り出して、ヒーローがいるところでレイジを打ちながら、クイーンは中心にね、相手のヒーロー防衛軍の処理をやっていくと。で、見事にね、この区画、綺麗に破壊し尽くしましたよね。
さらにゴレも生きてるし、バスターから出てきたジャイアントもこうねジャンプに乗ってこの辺の角に入っていると、こうなってくるとあとはもうディガーがお待ちかねって感じですよね。はい、こんな感じで来ました。私はね、村全体のここを削っているので、まあ、T 字型に近いんですけど、まあ、ほぼほぼねもうここまで全部この1列削っちゃってますから、もうあとここのなんていうんでしょうね、まっすぐの列を壊していくような感じですよね、残りは。で、まあ、こういうふうにね、一定の狭い区画の中にこうユニットが密集しだすと本当にね、攻める側が強くなります。まあ見てもらうと分かる通り、もう壁の中にはディガー、外からボーラーやクイーンがねバンバン打って、さらにねネクロが延々とこうスケルトンを出してねディガーだったりの進行をサポートしてるんで、もう止まんないですよね。やっぱり一番最初の火力の高かったここのゾーンっていうのをしっかりねゴレとヒーローを中心とした部隊で破壊し尽くしたこと、これがねまあそんなに何て言うんでしょうね、タイミングとかをすごい測るようなクイズとは違って、ある程度ね自分で決めたプラン通りにこうユニットを投入していけますから、比較的にリスクは低い方法で最大限の出展化を上げると。見てほしいのはこのユニットの残り方ですよね。これクイヒーってねやっぱりユニットを回復させるんで、まあ、ユニットは生き残りやすいんですよ割と。代わりにもうゴレとかを使うと、まあ、ゴレのダメージって当然ヒーラーとかいなければ回復できないので、まあ、使い捨てというかねいう風にして考えていくユニットだと思うんですけど、私もね先入観的にクイヒーとかヒーラーがいないとこういうねユニットをいっぱい残しての圧倒勝利ってないと思ってたんですけど、涼太郎さんねかなりこれ上手に、まあ、ヒーリングは入ってますけどね、上手にこう攻めてユニットにちゃんとたげらせるところはたげらせるみたいな役割分担をしっかりやっていってるんで、最後ものすごいユニットの残り方しましたよね。なんで決してね、クイヒーが全開にすごい近いっていうわけではなくて、やっぱりねインフェルノのシングルなんかがないところではゴレが行きますから、ああいう風にねゴレを使って、大砲とかねあちょっとバン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 ここね、折っていくというね攻め方も、まあ、低リスクハイリターンが望めるすごいねいい発想だと思いますんで、私もねぜひこれちょっと盗ましてもらいたいなと思うし、皆さんもぜひ参考にしてもらえたらという風に思います。はい、では本日はこの辺りで失礼したいと思いますが、よろしければぜひグッドボタン、でチャンネル登録、そして、これからもご視聴どうぞ、よろしくお願いいたします。はい、では、本日はこの辺りで失礼いたします。バイバイ。